はい、おはようございます。サラダ農園です。今日はですね、9月の17日です。日曜日ですね。今日もナスの出荷がありますんで、収穫出荷を行っていきたいと思います。今日の夜か明日ぐらいには、台風が来ると思いますんで、台風に備えて、作業していきたいと思います。あとですね、ハイスプラントの苗が、大きくなってますんで、準備をしてですね、定植していきたいと思います。それでは今日も頑張っていきましょう。はい、ですね、アイスプラントの、ハウスですけど、一度ですね、トマト片付け終わって、幸運してですね、竹パウダーと化成肥料を入れてですね、で、一回またさらに幸運してですね、管理機でやりました。管理機で幸運して、で、マルチをかけてですね、今準備ができたので、今日ですね、定植していきたいと思います。畝幅は80センチですね。80センチで、作ってます。灌水チューブとかは入れてません。これにですね、40センチ間隔の千鳥で定植していきたいと思います。それではやっていきます。はい、それでは、アイスプラントを植えていこうと思います。
はい、定食が終わりました。与党がちょっと来るんですけど、登録がある農薬がありませんので、与党でやられたらちょっと新しい苗とですねやり替えていく形になります。はい、排出プラントの定食作業はこれで終わりです。あとですね、水を、やったりですねするんですが、最初水やるときはですね液肥を入れたものを、やります。普通に市販されている、野菜専用の液肥を指定倍率で、薄めてですねそちらを、灌水とともに最初の段階ではやっていきます。はい、ハイスプラントの定食はこれで終わりです。